こんばんは。今回ですね、前回タワーが終わりましたんで、前回タワーについてね、振り返りながら、まあ、いろいろね、喋りたいことがあるので、いろいろ喋っていこうかなと思います。ということで、まずいきなり喋りたいことはですね、キャラ調整の話なんですけど、今週もなかったですね。白猫サークルがリリースされたことだし、そろそろ動くんじゃないかなと思ったんですけど、未だに調整は来ずですね。ちょっと、そろそろ環境を変えてほしいんだけどなぁ。ちょっとやっぱ、環境上位のキャラがやっぱ強すぎて、ちょっとやっぱ、ちょっと、もう無理っすよ。擁護できないっすよ。そろそろ、ちょっともう、そろそろ変えてください、環境の方。もう無理っすよ、運営さん。もう、白猫サークルとかやってる場合じゃないっす、もう。はい、環境を変えてください、もう。じゃないともう無理っすよ、これ以上。もう、続けていけないですよ、本当に。もう、まあ、別にね、そのなんか、あんまりそのユーザーを抱える、なんだろう、予定がなくて、そのまあ、細々とやっていければいいやって思ってるんかもしれないですけど、それにしても人いなくなっちゃいますよ、このままじゃ。本当にまあ今、まあ一応白猫サークルで振る舞う、楽しいですよ。楽しいですよ。やっぱ、レートかかってないんで、気軽に楽しめるし、まあ普段使わないキャラとかを使ったりして、面白いですけど、やっぱり、変えた方がいいと思う。久々にさ、そのサークル遊んで楽しかった。じゃあタワーやってみようかってなって、で、その壊れキャラがね、バーンってやってくるじゃないですか。楽しくないっすよ。だからもうそろそろ変えてほしいなぁと思ってます。はい。ということで、ちょっとまぁまぁタワーについて喋っていこうなと思うんですけど、まずグラスについてなんですが、グラスは、まぁやっぱティナー率が強すぎて、他のキャラ使う気が起きないっす。もう、とりあえず3000までは、もうティナーアイリス使いました。まあそこからは一応新エレン使いましたけど、それまでマジでもう新エレン無理っす。使えないっす。それほどやっぱグラスは、ちょっと今一番ひどいと思う。もう全コートの中で。だからちょっと、どうにかしてほしいアイリス。もう、あれダメです。もう放置しちゃいけないです。もう、SS ってブレスプリミティが溜まるってやつ。あれ消した方がいいです。うん、消して、もう完成まで遅くした方がいいです。もうそれぐらいしないとマジで、アイリスはもうダメだと思いました。で、ハードコートに関しては、まあ、グラスに比べたらまだマシではあるけど、やっぱまあ、エンマ強いねっていうところはありますかね。一応まあ、その、邪神ハルの方で抗ってはいますけど、まあ、それ、まあ、まあでも、アイリスよりはまだ抗えるかもしれない。まあでも、使えないキャラが多い現状があるわけなんで、まあ、いいわけではない。いいわけではないんで、加工はしてほしいけど、まあ、っていうとこですかね。で、自分の編成に関しては、初期ハルもともと入れてたんですけど、改ざん使うシーンないなーと思ったので、新春ハルの方を入れてみました。決戦ミュエがもともと編成的に重かったので、その決戦ミュエを一応対策するために入れてみたんですが、まだ入れて日が浅いんで、まあ今回タワーの方でちょっと使ってね、試してみようかなと思ってます。まあその決戦ミュエもね、強いっすね。エンマが仮に消えちゃったらミュエ転換になりそうな感じがするので、まあ、仮に加工するなら、エンマだけじゃなくて、なんか、決戦見あたりも加工した方が、なんか、良さげかな、と、ちょっとね、前回大会やって思いました。で、クレイコートに関してはですね、まあ、やっぱりその、まあ、テレシアとか、コルネとか、ケンセイとか、そこら辺が非常に多くて、まあ、そこら辺を意識しようかな、と思っていろいろやってたんですけど、ですね、途中までは、テレシアとコルネ対策で、エムセレナ入れてたんですよ。エムセレナ入れてたんですけど、そのエムセレナが、あまりにも牽制がちょっとね、きつすぎて、ああ、ちょっとこれ使いにくいなと思ったので、最終日にインデックスに変えてみました。なんか、現状、牽制を 100% 勝てるキャラってやっぱいないなと思って、なんかその、暦に関しては赤のエンブレムの対策できたりとか、あと、テレシアで滑られたら、滑らされたらやっぱ牽制の弾取れなかったりして、こうきつくて。で、まあ、春月日とかも一応対策ではあるけど、あれもまあ、見切りとかつけとけば取れるだろうし、やっぱなんかその編成とかギアとかでなんか工夫すると、牽制マジで隙ないと思うんですよ。もう、勝てるキャラが多分一人もいないんじゃないかな。ちゃんとやればね、ちゃんと組めば、マジ対策いないぐらい強いと思うんで、そうなってくると、もうね、完成させない方がいいんじゃないかと思ったので、インデックスは改変巻いてね、対策しようかなと思って使ってみました。まあ、牽制以外のタイミングに関しても、こうやってね、テレッシャーとかゲミック耐性ないんで、改変でね、その SS の得点力なくすことができたりとか、まあ、コルネとかに関しても、まあ、ギア書が改変されるんで、そこら辺で良かったりとか、まあ、意外と使ってみて使用感悪くなかったかなと思います、ね。スターストーム自体も結構いい感じなんだ。そのアスラって SS 打たないじゃないですか。その関係上やっぱ相性良かったりして、うん、使用感が良かったので、意外とおすすめだったりはしますね。うん。このインデアスラですか？この二人は結構玄関強的にも使いやすくて、割とおすすめできるかなと思います。そんな感じかな。それ以外は特に変更はなかったかなと思うので、このまま見ていきますが、まあ、ここでね、アウトラッキーといった感じで、
まあ、安全にやっぱ改変があるおかげでラリーができるって感じですかね。まあ、別にインデックスなくても勝てはしますけど、まあ、より安定するっていう感じですかね。はい、ということで、もう小黒決めでね、勝つということで、この試合が最後の試合ですね。最後やった試合なんですけど、新エレンを使って、まあ、やってみた感じの試合となります。で、この試合見ながら喋ることといえばですね、白猫サークル、冒頭でもちょっと喋ったんですけど、白猫サークルの話なんですけど、ちなみに一応初日から、昨日まで5日間連続で一応開いてみたんですけど、結構やっぱ楽しいっすね。うん。やっぱまあ冒頭でも言った通りなんですけど、やっぱその、レートかかってないんで、そのなんだろうな、その気軽にできるんですよ。で、その縛りとかも設けて、で意外とみんな守ってくれるんですよね。なんか最初、破る人は1人は2人ぐらいやっぱ出てくるかなと思ったんですけど、ちゃんとやっぱなんか守ってくれるんで、まあそれもあってやっぱ楽しいなと思います。やっぱ普段とは違った環境で遊べるので、やっぱタワーがね、環境変わんないんで、まあこういった縛りフレマとかで環境を変えて戦うってのはやっぱ楽しいなと思いましたね。まあ普段のガチフレマもいいんですけど、やっぱいつも一緒だと飽きちゃうんですよね。だからやっぱその、たまにはね、別の環境を楽しみたいなと思ってるので、やっぱこのね、サークルに関してはいいなと思いました。ただ、それが楽しみはやっぱフレマだけで、その、タワーに関してはずっとこれだから、どうなんだろうな、やっぱ住み分けって感じなんですかね。もうタワーは一生もう環境が変わらずに、この環境のも楽しんでね、と。で、まあ、別の環境を楽しみたい方は、白猫サークルの方でフレマ募集してね、みたいな感じのスタンスなんですかね。なんか別に、ちょっと性能を変えるだけ、そのね、その別にその、情報修正とかするんじゃなくて、その、強いキャラを抑えるだけだから別にそんなにリソース割かなくていいような気もするんだけど、まあそういう感じなんですかね。他の本家とかゴルフに力を入れたいのか、あんまりテニスの方はね、そのあんま力かかってる感はないんですけど、やっぱそのサークルに関してもさ、そのテニスのために実装しちゃってる、やっぱり本家とかゴルフとか多分そっちの方がメインだと思うんですよ。だからあくまでまあおまけではあると思うんですけど、まあそんな感じでちょっとねえ、そのテニスせっかく全盛期すごかったのに今なんか結構おざなりだなと思ってしまうので、もうちょっとなんかね動きがあるといいなと思いました。もう本当に下方ですよ。もうアイリスとエンマと、まあ、ケスミーとかも欲しいかな。あと、テレシア、ケンセイ、新春春とか、まあ、いっぱい加工すべきキャラはいるんですよ。だからそこら辺を、なんとかしてもらえると、非常にいい環境になるんじゃないかなと思うので、タワーの方もやっぱ楽しみたいので、まあ、ぜひともね、もし見てたらですけども、よろしくお願いします。ということで、はい、ここで、ボレーを決めて、華麗で決めていくということで、はい、前回対話はこれで以上です。ということで、ちょっとここでスクショになっちゃうんですけど、前回大会はこんな感じ、3052の方で終わりまして、で、順位の方がですね、32位ということで、はい、前回大会はこんな感じでした。で、はい、次はですね、タワーの方に行きまして、過去のランキング見ていきましょう。さっき見た通り、レート3052で32位でしたと。昔から考えたら、ありえないんですけど、まあ、こんな感じの順位で。で、3000の方でですね、54人ですね。54人の方が3000以上で、まあ、だいぶ減っちゃいましたね、3000以上の方も。で、100位、まあ、2桁ボーダー、まあ、2桁というか、まあ、3桁ですけど、まあ、100位の方が2744ということで、で、これまた結構すごいことになってるんですが、まあ、更新がないにしては、まあ、耐えてる方なのかなとは思うんですが、ちょっとこれからに期待って感じかなと思います。それまで、お疲れ様です。